祖母山の地形図。中心上が祖母山山頂祖母山は、大分県と宮崎県の県境にある標高1756メートルの山。九州山地の中核を成し祖母傾き山系に属する。宮崎県の最高峰で、日本百名山に選定されている。祖母連山の手法で、山頂部は、大分県文豪おの市、竹田市及び、 宮崎県西臼杵郡高千穂町の境にあり、山腹は熊本県、大分県及び宮崎県の三県にまたがる。祖母山自体の生因は流気であるが、その元となる山地が火山活動によって形成されたため巨大な河口岩が随所に見られ、低山部では渓谷、中高山部では断崖が多い地形である。登山ルートは整備されたコースから、 山崖を登りながら進むコースまであり、四季を通じて、登山客が訪れる。頂上付近は、どのコースをたどっても急な岩登りコースが現れる。1965年に1240ヘクタールが、祖母渓谷帝公園の指定を受けた。祖母、傾き山地域では、薄木や白構造線を挟んで、祖母山火山岩類が分布している。 祖母山火山岩類の年代は1500万から1400万年前とされ、同様の火山岩類は石槌山や紀伊半島の熊野にかけて見られる。祖母、傾き山地域には祖母カルデラと軽カルデラと呼ばれる中心与中期の2つのコールドロンがある。この地域の火山活動はカルデラ形成期を挟んで前期と後期に分けられ、前期は愛期、通期、スリー期、 後期は、放期、V 期、シックスに分けられる。2回の火山活動期のうち1回目の火山活動は、約1300万年前で陥没カルデラを。これらのカルデラは2回目の火山活動により埋没し、現在はカルデラを地表面から確認することはできない。約1290万年前に、再び陥没カルデラの形成が始まり、鉱山の形成が行われたとされている。 1> 約1000万年前に火山活動は終了して、侵食により純平原になった後、300万年前に隆起した。阿蘇山系の大規模な活動による火砕流の影響を受けて、現在の祖母山の姿となった。海抜600メートル以下では、裏ジロガシや坂木などの常緑紅葉樹林。海抜600メートルから1200メートルでは、津賀や灰の木の原生林。 海抜1200メートル以上では、ブナの原生林に覆われており、海抜高度による森林植生の垂直分布が明瞭で、学術的価値が高い。しかし、祖母傾き山系の西側の原生林を中心に、国定公園指定までに伐採によりすぎが、植林された地域もあり、赤菓子や裏白菓子の林の多くが失われた。ウバタケニンジンは、 ソボ山系都市国の一部にしか見られない植物で、ソボ山を別名、バーダケと呼ぶことから、発見者の牧野富太郎が、このように名付けた。宮間霧島や林道、もみじも自生している。原生林は、特別天然記念物の日本カムシカの生息域で、あり、渓流には岩目や大台ヶ原山椒魚が生息する。ソボ山周辺は銅、鈴、鉛や漫岩ンン。 水晶などの鉱物資源が豊富で、江戸時代から昭和中期まで採掘が行われていた。祖母山の麓に遺構が残るお平鉱山は、元那3年に開け荒金され、昭和29年に閉山されるまで、日本有数の鉱山として栄えた。この他にも大分県側に旧織、鉱山、木浦鉱山、宮崎県側に、三立鉱山、トロック鉱山などがあった。 神武天皇が統制した際、奇襲沖の海戦において、台風で船が覆りそうになったが、その祖母の古国である祖母山の方を向いて記念したところ、波が収まって、難を逃れたという伝説がある。なお、古事記、日本書紀、山幸彦と海幸彦神話などでは、豊玉姫が神武天皇の祖母である。祖母竹下宮八社の一つである祖母。 各神社が、その祖母を祀った神社であるとされている。ありがとうございます。